グアダラハラ地下鉄の路線図グアダラハラ地下鉄は、メキシコ合衆国ハリスコ州のグアダラハラ都市圏にある、ライトレール地下鉄である。グアダラハラ地下鉄は、サイターによって運営されている。グアダラハラを南北に横切る1号線と、グアダラハラの繁華街から東に伸びる2号線、北西と南東に伸びる3号線の3つの路線から、構成される。運賃は、全区間均一である。 信号システム、通信システム、電源システム、車両などの地下鉄のシステムはドイツのシーメンスによって提供されている。3号線の車両はアルストム製が採用された。車両の最高速度は時速70キロメートルである。グアダラハラの公共交通機関の歴史は1800年に遡る。同年、グアダラハラ大聖堂からメルセド教会までを結ぶ。 ラバ社の運行が開始された。1974年、新しい大量輸送システムを建設するために、グアダラハラ有数の大通りとなるフェデラリスモ通りが建設された。その際に、いくつかの歴史的建築物と道路が取り壊された。大通りの地下に 6.6km のトンネルが掘られ、当初はトロリーバスが運行された。百八十九年九月一日に、 現在の地下鉄システムが完成した。その後、2号線の建設が始まり、1994年に開通した。2020年には3号線が開通した。ペリフェリコノルテ駅1号線は、北方面のペリフェリコノルテ駅と、南方面のペリフェリコスル駅を結んでいる。路線長はロメートルで、リビシオン、デルノルテ駅から、ワシントン駅までは、近く間。 残りの区間は地上区間で踏切がある。年間延べ乗客数は約2030万7655人である。2号線の車両2号線はグアガラハラの繁華街にあるフワレス駅と東方面のテトラン駅を結んでいる。路線長は 8.8km で全線が地下線である。年間延べ乗客数は約212万3005人である。 三号線の高架駅2020年に開業した路線長2 1 4トルで北西のサポパン市と南東のトラケパケ市を結ぶグアガラハラ都心部は地下、郊外では高架の上を走る。ありがとうございます。